帰ってきました。はい、はい、ちょうどみんなが出勤してくるときに帰ってきた、はい、うん、すごくない？朝、そうね、5時ぐらいから撮って3、40分で撮り終わって、うん、家着いたらみんなが出勤してたっていう、はい、で、結構いっぱい撮れたよね。どこくらい撮れたの？あ、生きてるんだね、ちゃんとね。なんかこう、呼吸し、これチンチンって言ってしまった。出てきた。ほら見てこれ、ほら徳ちゃん、ほら好きそうやん、これ、ほら、今見えてね、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 これ見えてね、すごいね。だいぶゴミとかは出とる。出とるね、ナイスナイス。もう一個ザルに移そうかな、じゃあ。あそこに一体何匹おるんでしょうね。いや、1億匹おるやろ。どげらい数おると思う。だって男2人でこんだけ取ったとやろ。ですね。ゴールデンウィークで、じゃあ、だってさ、30分で終わらんでみんなもっと取るや。1人じゃあ200取れるですんや、男1人200。500人ぐらい来ると思うさ、1日。500人って言わんかもしれない。5万匹は絶対取られとってことや、ゴールデンウィーク1日で。3日間あったとしたら15万匹取られとってことやろ。ほいでまだおるけんね。1000万匹ぐらいおるっちゃない、あそこら辺だけど。あと2匹しか残っとらんから。それがよかったの。すごかやん、逆に。なんかゴミみたいなのがやっぱこうやってね。で、これ10年ぐらい前に、これ宗男くんがずっと引き寄ってやろ、もうちっちゃい頃から。で、俺はそれに誘われて10年ぐらい前にこれ行ったとやけど、おい、最初これ食い切らんって思ったもん。え、気持ち悪いって思って、これ食うのと思って、はい、食ったらバタイ美味しかったやんさ。普通にね、美味しい貝やもんね。びっくりしたことを覚えております。こんなのが俺って、あの、この釣りよかでしょ。あ、そうった釣り行った時にね、こんな貝ね、ほんとすごかよね。砂が結構出といよ。あ、やっぱまだ出よう砂、うん、今6時間ぐらいつけたのかな、今午後15時ぐらい、はい、どんだけやっても砂残るけんね、うん、何日やっても。はい、で、今回はバター焼きを作ろうと思っております。今んとでもまだいっぱい出よった。貝には見えんですよね。ねえ、茎みたいね。え、もう大丈夫やろ。ムネシどうやって作りよったっけ。ほんとやね、植物の茎。確かに酒とバター焼き。あ、酒と、うん、バターで、バターと醤油。オッケー、やったね。まずはお酒入れとく。酒で、うんうんうん、臭み取ってみたいな。これ入れてよか。やばいよ。あ、もう入れてこい。なんなら胸くん入れて、はい、入れます。はい、はい、マジこれが美味しいとて思うや。美味しいんです。ね、クリークによう浮いてますもんね、こんなの。浮いとる浮いとる浮いとる。なるほどね、うん、確かに浮いとる。これあんま浮きすぎたら釣りしにくかっていうことだからね。はい、火を切っていきましょう。はい、結構おるね。おるやろ。まず50以上おりそう。どうしてか。はい、これ撮るのもめちゃくちゃ面白かったんですね。いや、面白かった。出てきた方がですね、なんかこれだけこう掘って、あ、おったおったっていうのが大体なんか、取るときほとんどじゃないですか。ね、あ、じゃなくて自分から出てくっけん。シュッシュッシュッって。あの、全国で食っとかな。どうなんすかね。貝が開いたよ。開いた開いた。わー、すごい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 。わー、すごいすごいすごい。これが美味しいってどういうことやろうか。確かに一瞬だもんな、俺は。まあ、これで言ったらもう酒蒸しですよね、うん、今のところね。そしたら美味しいもんね。バター焼きとかも非常に美味しいよね、これね。
開いてきた。開きよ開きよ。本当ですね。パカパカパカって、うん、外れて。うわ開きよ。ってことはずっとこんなしよったやろうね。ずっとね、うん。ずっと力入れとけよ。生きた間。クリックの草って言われてからあんま美味しそうに見えなかったもう浮いたもんね何そんな感じこれに似たやつが若いのいい匂いがしよう、うん、全部いっちゃうかあ、よかよ全部いくよはいまたまたあ、じゃ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 熱い熱いよしシーモンね。はい、ちょこしょ。これでよか。うん。これでもう美味しいかも。もう美味しいよこれ。だってシンプル。直樹さんとかコータは多分一緒に行ったことある気がするもんな、10年ぐらい前に。違うかな。直樹さんコータ食ったことあるかな。どうやろう。なんか直樹さんはね、なんか行ったことないっぽい。あ、そう。じゃあちょっと食わしてみようか。なんか今度は子供連れて行きなかって言う。抜かせっていう得意なの。どういうこと？楽に抜かないよ。なんで渡されたかもわからん。醤油で焼くと、ヨーガさんとしょっぱい。ちょっと入れます。ちゃんたちも楽しむやろうね。うん、じゃあ、ちゃんも。ここぐらいでいいんじゃないもん。ね。うん。ネギ入れてよか。最後。あ、いい匂いバターの。完成でいいですか、胸やし。はい、いいと思います。はい、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 いきまーす。食べ物これ。ね、見た目的にはこれ食べ物って感じよね。でも大体そういうやつがうまいですもんね。ネギかけます。はい。ネギがちょっとくれた。よかやんねー。よかやんね。できました。見た目はごぼうのなんとか。クリークの草です。食べよう食べよう。食べましょう。食べてみましょう。さあ完成しました。はい。たくさん食ったことないんでしょ？あ、食ったことありますよ。あるなら来ないでください。ないです。ありがとうございます。あるんすね、でも。ナイスナイス。えここでなんて言わんばやったですか。抜かせちょっとわからない。はいはい。はいはい、どうぞいただきましょう。いただきます。いただきます。いただきます。死んだよね、これが。こんな感じで入ってきてね。ほら、これを食えて。ペロンですか。ペロンですか。いただきます。うまっ、うまっ、うまい、これうまい、マジ何これ、待てがいうまい、うん、でも直樹さん多分取れんっす、取れん、はい、あの、俺の反射神経じゃん取れるやろもうちょっと濃くしてもよかったかなって思ってしまった。どうすか、食った場所かな、俺。いや、普通に美味しいよ。うん、俺的にはちょっと、めっちゃくちゃうまい。うん、食った場所が悪かった。めっちゃうまい。これ多分ね、半生みたいなのも食った血が通ってなかった多分。でもこれマジうまい。うめぇ、うん、初めて食った。マテガイうめぇね、やっぱ、うん、うまい。あ、うめぇ。ちょっとビール飲みとうなしね。うまい。それもわからん。聞いた人と違う、間違いない。うまい。これうめえ。見た目はあんまり夜中けどね、うん、いや、うめえぜ。ほら、もう先っちょのほら。いい感じね、これ。こりゃネギと一緒に食って。うめえぜ。うん、うまっ。ほんとうまい。こんなのなかったっけ。そうだ、マテガイうまいっす。いや、うまっ。特徴の濃い。おばには入れたくねー。おててで、すいません。箸ある方がペロンと取れる。
作ってます。うめえ。こんな感じに中なってたんですね。ちょっとつけさせてもらって。うめえ。うまっ。うまいっすね、これ。うまい。うまいね。うまい。というか、うまいよね。うまい。しっかりしとる、そして、あの、身も。貝の味がしっかりあるけんね。うん。これね、なくなるぞ。なんか、うめえ。この殻も柔らかいし、見た目と全然食感が違いますね。取る時もなんかパチャってなって折れてしまったりとか、弱って感じですけど、力入れたら割れるもんね。でも本当ね、細長いハマグリ。まあね、本当に本当に。まあそうやそうだ。ハマグリ好きな人はね、マテガイ細長いハマグリ食えばいいけ。でなんか。この大きさですけど、普通の貝よりボリュームがある感じに。わかるわかる。あ、3個分ぐらいある。あの、アサリとかの。ちょっと止まらん、これ。止まらんか。美味しかもんね。うまい。じゃあみんなで食おうぜ。はい。あと砂もないですね。砂全然、あ、そうね。全然あの砂抜きとか、何日もやったわけじゃなく、今日取れたやつ。半日ぐらいでいけたね。だってもう、ね。本当や。本当やね。いや、船木さん閉めて。はい、では、マテガイを取ってきました。ちょっと待って、俺言ってもないし、一応番組意見閉めて。はい、では、マテガイをバター炒めですね。閉めました。めちゃくちゃ美味しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。美味しかった。子供と行こう。抜かせ。おい、なんかそれ好き。何ね。ご視聴ありがとうございます。マスリオカサガヨカではキッチンカーゴルフスタジオも営業しております。はい、キッチンカーは神崎駅北、ゴルフスタジオはスリオカハウスの横にございますので、詳しくは概要欄に貼っておりますので、ぜひぜひチェックしてください。